飛行機のチケット取れてない。難しい。取り方教えて。なんか別々にね、チケット取るみたいな話にもなってて。正直ね、もうね、行くのやめようかなっていうレベルでわかんない。取り方。あ、当たんねえんだ。まあ、最悪新幹線あるしな。新幹線で熊本って遠い？あれもありがとう。遅いなんてもんじゃない。遅いなんてもんじゃない。大阪より遠い。6時間半。クソ遠いな。JAL 電話予約。あ、そんなのあんの？立川に聞いたら変なね、旅行の予約のサイトみたいなの紹介されて。じゃわかんないんだよなぁ。って思ってるよ。でもそれを言えずにいるよ、今、俺は。それで分かれば苦労しねえんだわ、立川くん。だってそうでしょ？旅行代理店。確かに。そういう感じにした方がいいのかな。現地着と現地発の時間決めてないの。あ、それだけ聞こう。何時着かだけ聞こう。みんなで一緒に行けばいいじゃんね。別々で行くのがもう旅行じゃねえよ、それ。ビジネスだよ。ただの旅行ビジネスだよ。旅行を使った、配信のネタだよ。仲いいアピールだするだけの旅行だよ。助けてー。三宅ありがとう。せやで。